こんにちは。時刻は11時31分を回りました。引き続き藤岡茜がお送りします。よろしくお願いします。あーね、始まりましたね、新しいコーナー、今日から始まっています。明日も私、明後日も私です。はい、皆さんぜひご参加ください。続きますよ。今日始まったばっかりです。今日で終わりません。よろしくお願いします。はい、じゃあ改めまして天気の確認を行いましょう。ではリポート見ていきたいと思います。まず宮崎県都の城市、にゃんこ先生さんのリポートです。ありがとうございます。やっと雨が上がりました。雨で桜は散りつつありますといただきました。こちら雨上がってきたということでいただいてますが、まだ空の、ねところには雲が張り付いているというのが分かりますね。やっぱり雨の影響を受けてきたようで、桜も散っちゃっているといったところも出ているようです。花散らしの雨になってしまったでしょうか。では続いていきましょう。広島県広島市、リーモさんのリポートです。ありがとうございます。曇り、日は多少あり暖かくなってきたといただきました。こちらは曇っているということなんですが、隙間青空も見えてはいますね。回復してきているでしょうか。体感も変わってきたようです。暖かい、やっぱり太陽が出てくると変わりますね。では続いていきましょう。続いては兵庫県淡路市、パキパキさんのリポートです。ありがとうございます。ムシッとしていますといただきました。こちらも雲が多め、でも雨の報告はいただいていないので、雨は上がったようです。ムシムシジメジメ感じられているようですね。ありがとうございます。では続いていきましょう。続いては神奈川県川崎市、木野さわらさんのリポートです。ありがとうございます。うっすらと太陽が見えてきましたといただきました。こちらでは青空、そして太陽も見えてきたということで、天気は回復してきていますね。はい、体感もちょうどいい報告、21.5度の、気温の報告もいただいていたりと、今日は気温の方も高めですね。はい、じゃあ続いていきましょう。宮城県仙台市、ミニランさんのリポートです。ありがとうございます。朝から雨降りです。このまま1日続くのでしょうかといただきました。こちらではザーザーとしっかりとした雨になっています。雨続いていますね。今東北エリアの方はしっかりとした雨の降り方のところが多いです。この後の降り方といったところも確認していきます。では続いていきましょう。北海道札幌市、小太郎バーバー2号機さんのリポートです。ありがとうございます。南東ほど暗い空です。風がぬるくなってきました。日差しが届き急に暖かくなりましたといただきました。暗い空になっている方向もあるということですね。青空も見えてはいるんですけれども、やっぱり日差しも届いているということです。はい、ありがとうございます。リポート見ていきましたが、続いては10分天気でも確認しましょう。では10分天気の報告を見ていきます。ではこちら11時30分のご報告です。影はっきりといった報告も増えてきたようです。いや、日差し届いてこう天気も回復してきていますね。雨は東北エリア、今は豪といった報告、激しい雨の降り方のところもあるようです。雨雲レーダーつけてもそうですね、まだかかっています。と体感も見ておきますが、関東あったかい報告多いですね。暑いといったコメン、報告もところどころあったりするので、はい、気温の方は高めになっているようです。ではここからは予報センターに最新天気を確認しましょう。予報センターの草田さん。はい、
よろしくお願いします。ちょっとさっきのね笑っちゃったあれですか、クリニックですよね。ちょっとコンセプトがいまいちよく分からず、はい、違う仕事をしながらちょっと二度見してしまいました。あの皆さんのお悩みをすっきり解決していくコーナーです。なるほど、はい、びっくりした、ずっと続けますので、はい、じゃあ明日以降もちょっと楽しみに、はい、見守ってください、はい、お願いします。はい、じゃあ天気いきたいと思います、はい晴れてきたところも増えてきましたね。はい、はい、そうですね、関東がですね予想以上にまだ完全回復じゃないんですけど、はい雲の隙間から日差しが届くようになってきまして、はい12時、13時のところは一旦晴れそうということで1時間ごとの天気アイコンですね、はい、晴れのアイコンをつけております。ただまだ西に雨雲ありますので、この雨雲が、抜けるまではまだまだ油断はできませんね。割と、2時間とか1時間とか2時間とかっていう割と長時間関東南部のエリアで雨を降らせる可能性がありますので、まだ折りたたみ傘お持ちください。でこの雨雲が抜けた後、今度北からこっちの雲がこの北陸の北側にある雲が流れ込んでくる可能性があるので、結局のところ関東はですね夕方もしくは夜ぐらいまではにわか雨の可能性があります。なので一旦晴れたりしても、あと2回とか3回とかは雨雲通過していく可能性ありますので、はい、引き続き折りたたみ傘お持ちください、うんはいはい、で晴れているということで気温もですねちょっと上がってくる可能性があるんですね、今の空手なの体温を見てみても結構関東高くなってきてまして、はいもうですね20度を超えるような空手ながちょっとずつ出てきていますね。はいそうですね、暑いといった報告もありました。はい、はいうん、あこれちょっと古いですね、ちょっと待ってくださいね。はい、はいはい今一旦こうじわじわっと下がってたんですけれども日差しが届くようになって急激にガンと気温上がっております、はい、でまた曇ってくると下がってくるかと思うんですが20度前後ありますので結構ですねムシッとしてくるかもしれないですね、はい、朝よりも気温この後も高い状態続きそうですので、服装でうまく調節をするようにしてください。はいはい、であとは西のエリアなんですけれども近畿や東海のエリアはまだパラパラと雨がパラついておりますが、昼過ぎぐらいまでは傘の出番となるところ特に東海エリアですねありそうなんですけれども近畿地方ではちょうどランチタイムぐらいに雨が止んでくるところが、多くなりそうですね。神戸はもうほとんど雨の心配はないかと思われます。大阪はあともう少しですかね、だんだんと雨止んできてますのでランチタイムは傘なしでも出かけられるところ増えていきそうです、そして中国や四国九州エリアに関してはだいぶ止んできているところ増えているんですがまだ山陰方面はこの北側にある雨雲が南下してにわか雨の可能性があります。で広島ですとか岡山四国のエリアはだいぶ雨止んできているんですがまだパラパラという弱い雨雲がこの北側の雨雲が南下するときに、降ってくる可能性がありますのでまだ完全に傘を置いて出かけない方がいいかなと思われます。はい、はい、そして、東北地方なんですけれども現在ザーザー降りの強い雨になったりしているところがありますが、だいたい昼か昼過ぎ13時ぐらいまでですかね、雨ザーザー降りの雨にご注意ください。ただその後はだんだんと雨雲少なくなっていきますのでゆっくりゆっくり天気回復へと向かっていきそうです。あもう傘がいらなくなるところが増えそうですか、はい、北部のエリアはだんだん傘必要なくなってくると思うんですが、うんはい、南部はですねまだこちらに弱い雨雲がありまして、はい、これが低気圧がこう東に進んでいった後も
まだこの尻尾のところが残ってしまう可能性ありますので、はい、まだもうちょっと夕方ぐらいまでは折りたたみ傘あった方がいいかなと思われます。わかりました。はい、はい、であとは北海道はだんだん札幌方面も晴れてきましたね。この後も雨の心配はありません。はい、はい、であと、沖縄なんですけれども、沖縄本島の北部、活発な雨雲通過し始めました。この後この雨雲ゆっくり南下していくんですけれども、なかなかですねしっかり南下しきらないという状況になりそうなので、本島の南部のエリアはもう少しこの雨雲が南下してくるまでは時間がかかりそうですね。逆に本島北部のエリアは活発な雨雲が通過してザーザーと強い雨が降ったり、また強弱を繰り返すような雨となる恐れがありますので、引き続き大きめの傘でお過ごしいただければと思います。はい、わかりました。はい、悩んでくるところもありそうですけど、ちょっとまだ油断できないところもやっぱりあるんですね。はい、そうですね。はい、わかりました。じゃあこの後の空の読み方、空読みをお願いします。はい、はい、この後の空の読み方なんですが、はい、まずは1点目、こちらは雲の隙間に注目してください。で、雲の隙間が増えてきたら天気回復のサインとなります。そして濃いグレーの雲は一時的な強い雨や雷雨のサインとなりそうなんですけれども、はい、もうですね、東北の、太平洋側で強い雨降っているところありますが、その他はあまり強まるところはなさそうですね。で、一旦晴れたりしてもまたグレーの雲ですとか低い雲が流れ込んできたら強い雨にご注意ください。はい、はい、わかりました。では草田さん、今日も3時間ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということでこの後の天気確認していきました。では続いて全国の天気アイコンで見ていきます。それでは全国の天気をお伝えします。まずは西日本です。那覇は雲優勢で雨が降る一日、ざっと強い雨や雷、突風の恐れがあるので注意が必要です。福岡、大阪は雨が降り傘が活躍の週明け、ただだんだんと降り止んで天気は回復へ向かいます。雨の後は北風になって少しひんやり感じられそうです。広島でも午後になると一旦雨は止むもののにわか雨の可能性がありますのでご注意ください。次に東日本です。名古屋、金沢、東京は雨は弱まっていきますが、この後もにわか雨にご注意ください。続いて北日本です。仙台は傘が活躍する一日、横殴りの雨となり雷雨やあられ、突風の恐れもあるため注意をしてください。秋田は本降りの雨でも午後はだんだんと止んでいきます。雨の後は北風が吹いて少しひんやりするので服装でうまく調節してください。北海道は雲が広がるものの日差しが届いて穏やかな天気、昼間は日差しのぬくもりを感じられそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。ではここからは皆さんから届いたサンシャインリポートご紹介していきましょう。今日のテーマは雨の降り方はとなってます。さあ、今の雨の降り方どうでしょうか、見ていきたいと思います。ではまずは大阪府大阪市白ごはんさんのリポートです。ありがとうございます。雨の降り方は現在止みました。出勤時間は差レベルでしたが天気は回復方向ですね。体感雨の割に全然寒くありません。桜もなんとか持ちこたえている様子です。では良い午後といただきました。こちら現在雨は止んだということですね。天気回復に向かっているようです。桜も頑張ったようですね。なんとか持ちこたえている、はい、そういったコメントをいただきました。ありがとうございます。では続いていきましょう。静岡県浜松市の周華さんのリポートです。ありがとうございます。雨の降り方はとのことですが、現在空は明るく太陽の位置を確認することができ、影うっすらの日差しが当たっていますが、さーっと音を立てて雨が降っていますといただきました。こちらは太陽見えてきているということですね。雲はありますけれども太陽も頑張っているのが分かります。体感的にもちょうどいいということです。でも雨も降ってるんですね。
太陽が顔を出したり雨が降ったりとすっきりしない空はこの後も続けそうです。では続いていきましょう。鳥取県鳥取市の白兎さんのリポートです。ありがとうございます。雨の降り方は霧雨レベルでポツポツと地味に降り続いているようです。たまに強めの北風が吹くと雨粒が顔に当たって冷たいです。気温も13度前後で昨日の同じ時間より7度も低く結構寒いです。風邪ひかないよう注意したいですねといただきました。こちらは雨降り続いているようです。西のエリアでは回復し始めているところ多いんですけれども、山陰の方はすっきりしない空が続きましたね。体感も寒いということです。服装選びにも気をつけください。では続いていきましょう。東京都練馬区勝さんのリポートです。ありがとうございます。今の雨の降り方は朝は結構強めに降っていましたが今は小雨になりました。気温はちょうどいいくらいですね。桜チラシの雨にならないといいのですがといただきました。こちらは今は小雨ということでやはり関東は雨の降り方弱まってきているようです。体感的にもちょうどいい、今日は雨が降っていても寒くはなかったですね。ちょうどいい体感のところが多かったようです。ありがとうございます。皆さんから今日もたくさんサンシャインレポートをいただきました。皆さんご参加いただきありがとうございました。それではここからはクロストークです。この後のコーヒータイム、今日はあやちです。こんにちは。よろしくお願いします。はい大丈夫、はい、いや今日は、来るとき雨降ってましたか？私が来るときはちょうどあの幕張、雨雲の間で、私が来るときは大丈夫でした。大丈夫でしたか、いやなんか今晴れてきてるところもあるみたいですよ。お幕張どうですか？幕張、あ見てみますか、あ青空が見えてきましたね結構変わりましたね。晴れてきた。結構強く降った時間も、ありましたよね。いや明るい、明るい。これだったら晴れかもしれないですね。晴れかな、曇りじゃないか。今アイコンどうですか？関東とかの関東のアイコン見てみますか？あーでも東京で曇りベース、曇りベース。晴れアイコンはないですね。 ないですね。そうですね、ちょっと皆さんぜひ、ね、晴れ感が強いのか曇り感が強いのかといったところに教えてほしいかと思いますけれども、私は何より気になったのがクリニック、これ何やってたの？今日あの開業したんですよ。あ開業したんですか？あそう、あのサンシャインで今日はあのサンシャインクリニックっていうクリニックが開業して、あの今日の担当医が私だったんです、はい。それであの聴診器とかまあ使ってあと注射をしました。注射、はい、そうお悩みに対してあの注射をしてあの解決していこうといったあのクリニックが今日あの開業したんですよね。今日どんなお悩みでした？今日は、雨で、気分も憂鬱ですと言ったような、そういう何でもいいの悩みは悩みは何でも受け付けます。何でもいい、はい、オールマイティーで何でも対応していきます。はい、なるほど。雨で憂鬱な時はどうしたらいいですか？はい、今日は、すっきりしてほしいということで、あのミント味の注射をあの打たせていただきましたね。そういう感じなんだね。そういう感じです。ちょっと次のサンシャインが若干怖くなりました、あの担当医はあの変わっていきますからね。なるほど、なるほど、頑張ってください。頑張ります、はい、ではでは、コーヒータイムも見ていきましょう、この後コーヒータイムこちらです。コーヒータイムはウェザーリポートたっぷり、そしてお昼休みお花見ライブです。コーヒータイムもあのバージョンアップはしたんですが、残念ながらクリニックは開業できなかったみたいで。あそっか、やっぱサンシャインの時間限定のなんですよね。そうなんですよ、はい、の代わりに、あのお天気マーケットが今後は、まあ、日替わりというか毎日ではなくなります。あとはどんどんあの皆さんからいただいたウェザーリポートを読む時間を増やしていこうということになりました。やっぱ各番組こうちょっとずつバージョンアップもしてますからね。そうですね、見どころ満載ですね、はいはい。あとはあの先日からお花見ライブを行っていますが、今日は井の頭恩賜公園から、あそうですね、はい、お花見の映像が届いているということなので見ていきます。ただ今日はあの、
スタッフの青木さんしかいないということなので、うん、じゃあ青木さんと一緒にお花見を楽しむ感じで、青木さんと中継はしません。中継はしない、はい、届いてる映像をちらちら覗きにしていこうと思います。わ、はい、かりました、はい、じゃあこの後12時からよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、青木さんだけみたいですね。拒否しないでくださいよ。12時から13時の1時間の間、お花見 VR ということで360度、こう家にいても職場にいてもお花見をしている気分を味わえるといったような、そういったものをやる予定となっておりますので、ぜひ参加してほしいと思います。今日は天気も回復してきていて、幕張もこう青空も見えてましたね。日差しが届き始めているところも多くなってきました。ぜひそのあたりの天気変化してきたといったところも、この後もリポートたくさんいただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは新しくなりました3時間のサンシャイン、皆さんご参加いただきましてありがとうございました。では皆さん素敵な午後をお過ごしください。
こんにちは。4月の4日月曜日、時刻は12時を回りました。ここからはソライブコーヒータイムです。今日は松雪彩香が担当いたします。よろしくお願いします。チャットの皆さんもこんにちは。そしてニコニコ生放送やアメーバフレッシュ YouTube ライブなどでご覧の皆さんも、ここから3時間よろしくお願いします。今日は週明け月曜日ですが、土曜日日曜日で皆さんしっかりお休みできたでしょうか。あやちこの時間でも駐車しないのなんていただいてます。各番組バージョンアップとなりましたので、まあ、新しいコーナーであったり構成がいろいろ変わってきています。で、一つ前の時間帯はソライブサンシャインだったんですが、サンシャインクリニックでしたっけ、ソライブクリニック、あ、地震が発生したようですね。予報センターにつないでいきます。予報センターから地震に関する情報をお伝えいたします。静岡県中部を震源とする地震、マグニチュード 3.8、 最大震度3と推定されております。静岡県中部を震源とする地震が発生した模様です。震源の深さは 10km、 マグニチュードは 3.8、 最大震度3と推定されております。震源地は、陸地となっておりますので、津波発生の可能性は低いと見ておりますが、仮に、震源が海底だった場合は津波の可能性もあります。今後の最新の情報にご注意ください。引き続きお伝えいたします。最大震度3と推定される地震が発生した模様です。マグニチュードは 3.8、 震源地は静岡県中部、震源の深さは 10km と、推定されております。長野県の南部の方からは少しカタカタと感じましたということでご報告いただきました。愛知は特に揺れを感じていませんということですね。それから、名古屋市の方も特に揺れを感じていないということです。山梨県西部の方も揺れは感じていないということでご報告いただいております。最大震度3と推定される地震が発生しております。マグニチュードは 3.8、 震源の深さは 10km、 震源地は静岡県中部です。最新の情報入り次第、予報センターから改めてお伝えいたします。予報センターから地震の情報をお伝えしていきました。改めて確認していきましょう。先ほど12時ごろ、静岡県中部を震源とする最大震度3と推定される地震が発生しました。皆さんからチャットでも報告いただいています。まず長野南部の方は少しカタカタ揺れたといただいていました。一方、愛知の方からは揺れていませんともいただいています。また新しい情報が入り次第、ソライブ24でお伝えしていきます。周りの状況など改めてお気をつけてお過ごしください。地震情報をお伝えしていきました。それではですね、改めてお天気も確認していきましょう。皆さんからのお天気の報告を10分天気マップで見ていきます。こちらが12時に更新されました最新の10分天気マップです。皆さんから届いているお天気報告をマップに載せています。今日は広いエリアで雨が降りやすくなっていますが、西日本はゆっくりとお天気回復傾向ですね。一方で東日本、ちょうど雨雲の間に入っているところ、幕張もそうなんですが、関東を中心に日差しが届いています。こっちは薄日が差していますと東京の方からもいただいてますね。ただもう一つまた雨雲が迫ってきますので、一旦雨が止んでいても油断は禁物となりそうです。引き続き雨具はあった方が良さそうですね。少し青空も見えてきたと三鷹の方からも届いていますが、この後もお気をつけください。そして北日本見てみましょう。北海道ではこのまま穏やかな空が続きます。一方で東北を中心にまだまだ雨具の出番が続きそうです。特にこの時間帯は太平洋側でザーザー降りの報告もいただいてますし、一部ではゴーと強く降っているところもあるようですね。だんだんとこの雨雲が離れていくに従って降り止んでくるとは思いますが、引き続き雨具をお持ちください。地震に関する新しい情報が入りました。予報センターにつなぎます。
予報センターから地震に関する情報をお伝えいたします。先ほど12時ごろ発生した地震ですが、震度3と推定されておりましたが、実際に観測されたのは震度1ということです。震源地は静岡県中部、震源の深さは 10km、 地震の規模を表すマグニチュードは 3.4、 この地震による津波の心配はありません。震度2を、失礼いたしました、震度1を観測したのは南部町、飯田市、伊豆市、富士宮市、静岡葵区、川根本町となっております。今のところ被害の報告などは入ってきておりません。当初震度3と3、推定されていた地震ですが、実際に観測されたのは震度1となっております。震源地は静岡県中部、震源の深さは 10km、 地震の規模を表すマグニチュードは 3.4、 津波の心配はありません。以上、予報センターからお伝えいたしました。予報センターから地震の情報をお伝えしました。先ほど12時に発生した最大震度3と推定されていた地震ですが、実際に観測されたのは震度1でした。そこまで大きな地震ではありませんでした。ただ今後もいつ地震が発生するか分かりません。改めてこの機会に日頃の備えなど見直してみてください。また静岡市で地鳴りが聞こえたとも報告をいただいています。何か小さなものが落ちてしまっている可能性などもありますので、念のため足元などにはお気をつけください。以上、地震情報をお伝えしました。また地震に関する詳しい情報はウェザーニューズのインターネットサイト地震チャンネルや地震津波の会からもご覧いただけます。それでは改めてお天気見ていきましょう。ではですね、この時間の幕張の空を見てみましょう。こちらです。幕張でも雨の降りやすい空が続いていたんですが、この時間青空が見えてますね。私が今日ここまで来た時もまだポツポツパラパラと降っていた感じでした。でその後もう一度降りやすくなって、今はお天気回復傾向。ただ油断できませんね。先ほど10分天気マップで見ていたところ、もう一つ雨雲迫ってきていましたので、この後も傘の出番関東でもありそうです。体感はあれですね、雲が多い割に過ごしやすかったり、あとは暖かいというところ多くなってます。まさになんか春の雨という感じでしょうかね。暖かそうだと今チャットでもいただいてます。反対側見てみましょう。こちら側は今見てきた方面と比べると少し雲が多めなんですが、それでも青空が隙間から見えてますね。低い雲がポコポコしてます。こういう雲好きなんていう声も届いてますね。ただ関東でもまた降りやすくなるので気をつけてください。奥の方に目をやってみると、奥の方が雲が多め、ちょっとグレーがかっている感じもありますね。油断禁物となりそうです。傘置いて外出していいかな、東京の方、関東の方だったらやめてくださいね。一旦やんでもまだ降りやすいというところがあるのでお気をつけください。見通しはなかなか悪いです。スカイツリー見えないですね。本来だったらここに大きくスカイツリーが見えるんですが、今日は見通しも悪くなっています。お天気カメラ見ていきました。それでは、バージョンアップのポイント改めて見ていきましょうか。先ほどバージョンアップについてのお話を少ししていたんですが、一つ前の番組サンシャインでも新しいコーナーが始まりました。今回はまずはムーンの日替わりが一番大きいかもしれません。ソライブムーンという夜の番組があるんですが、これが曜日ごとに日替わりになります。まずは月曜日予報フィードバック、火曜日シーズンや季節を扱います、水曜日ワークショップ、そして木曜日現在、金曜日は星や宇宙、土曜日はガチ点ソライムクイズです、そして日曜日にはプロジェクトアイコンというように変わっていきます。そうなんです、現在あやちといただいていますが、私もいよいよムーンの番組に出演させていただきます。夜の番組は一番遅くて今までイブニングだったので初めてなんですよね。非常に緊張してるんですけど、ちょっと皆さんと一緒に一つずつ頑張っていけたらなと思います。まだ時間帯も覚えてないぐらいですもん。ムーンって何時からでしたっけ？8時？20時ですよね。
もう今週からムーンに入らせていただくので、木曜日、火、水、木、7日、あと3日後ですね。ぜひ皆さん助けてください。夜の番組初めて担当します。減災ムーンは、あ、今日のスタッフさん立石さんなんですけど、立石さんが原田さんと作ったんですか？あ、そうなんですね。もともとナイトだったということで、もうどのくらいになりますか、減災ムーンというかナイトが始まってから。2年3年くらい。今年は改めて私が新しいことにチャレンジしていくので、皆さんもぜひぜひご参加お待ちしてます。そうです、そうです、野沢さんと一緒にやっていきます。ちょっと大変よでも全国セミナー東海エリア、野沢さんと一緒に私回っていったんですけど、すごくやりやすかったです。野沢さん、なんか時間もねきちっとやってくれますし、なんか木田さんと違って木田さんは私あんまり一緒にやったことないですね。モーニング担当していた時にちょっとこう予報センターと掛け合いがあったくらいで、そうそう、東海でコンビだったんです。なので新しく野沢さんと頑張っていきたいと思います。あとはどんなことやっていくかというと、動画でのニュース配信などもしていきますし、あとは SNS も先日から新しく始まりました。そして毎週土曜日か日曜日のどちらかには穂川かのんさんがゲスト MC ということで、サンセットかイブニングに出演してくれます。楽しみがどんどん増えそうですねおーなんて声も上がりました。ぜひぜひバージョンアップしてからもソライブ24よろしくお願いします。それでは今日の見どころも確認していきましょう。今日はこちら、ウェザーリポートたっぷり、お昼休みお花見ライブ。バージョンアップの話をしましたが、コーヒータイムはウェザーリポートを読む時間が増えます。皆さんからのリポートどんどん紹介する時間帯を多くしていきます。そしてお昼休みお花見ライブ、先日から行っていますが、今日は井の頭恩賜公園から行っていきます。あ、これは昨日届いた井の頭恩賜公園の写真ですか？すっごい人。確かに私も土曜日日曜日で桜をこうちょこっと見に行ったんですけど、私以外も友達がみんな SNS に桜の写真アップしてましたし、今週末というか、まあ、昨日おとといを逃したらもうないかもって感じで出かけた方が多いかもしれませんね。桜より人の多さに驚く方も結構いらっしゃったかもしれません。今日はそんな井の頭恩賜公園からの、お花見ライブ映像を覗いていきましょう。以上、空見野でした。では続いて今日のラインナップです。まずは気になるリポート、皆さんからいただいた中で私が気になったリポートをご紹介します。続いてお昼休みお花見ライブ、今日は井の頭恩賜公園からの映像を見ていきます。3番目、リポートトレンド1、2、3、今日正午までに届いたリポートのうち多く使われたキーワードベスト3を発表します。4番目、今日の空ミッションチェック、どんな空ミッションが開いているか皆さんと一緒に見ていきます。5番目です、ウェザーニュースアップデート、各エリアの今日この後の天気、明日の天気を見ていきます。6番、ウェザーリポートナビ、後ほどテーマも発表します。皆さんもこのテーマに沿ったリポートを送ってみてください。7番目、定点タイムラプス、届いている早回しの空の映像を見ていきます。最後にウィークリーフォーキャスト、週間天気を確認しましょう。以上、ラインナップご紹介しました。ではまずは募集物のお知らせです。皆さんのエリアの今日の空の様子いかがでしたか？ぜひ早回しの空の映像で送ってください。定点タイムラプス動画 YouTube で募集しています。投稿の際には題名に定点タイムラプス、今日の日付0404、アットマーク、地名と時間帯を記載していただけると嬉しいです。皆さんからのタイムラプスお待ちしています。そしてもう一つがウェザーリポートナビです。今日のテーマはこちら、雨降ってる？場所によって今日は西日本は回復傾向ですし、
関東は今一旦止んでるからまた降ってきそうですし、雨のタイミングをしっかり見ていこうと思います。ぜひ皆さんのエリアの雨の降り方など教えてください。今日の募集もののお知らせ2つほどしていきました。それでは早速ですがこちらのコーナー参りましょう。気になるリポートです。皆さんからいただいた中で私が気になったリポートをご紹介していきます。今日も5枚ほど選びましたのでいきましょう。まずは奈良県橿原市のめいちゃんさんから。こちらは今朝届きました。雨の朝カッパ湾でお散歩行ってきます。今週も元気に行きましょうねといただいています。ありがとうございます。先ほどニコ生で奈良では雨止んできたよなんていただいてますが、まだ朝は降りやすい空続いてましたね。なんかシュールカッパにも耳がついてるのがいいですね。ただカッパの耳の中にワンちゃんの耳はしっかり入らないんですね。されるがままお利口だなって思いました。私も実家で犬飼っているんですが、絶対に服は着させてくれない。なんかもうすぐ脱いじゃうんですよ。だからお利口だなと思って耳がねちょっとフォローされてないんですけど、今日はカッパ着たワンちゃんを見る機会も多かったかもしれませんねめいちゃんさんありがとうございます。続いていきましょう。神奈川県横浜市リサラさんから届いてます。花より団子に間に合わずでしたが、いちごのブリュレワッフルパリパリもちもち、なんでこんなに美味しいのと届きました。ありがとうございます。いやー、甘いものって見てるだけでも幸せになるんだなと思いました。美味しそうですね。これはブリュレワッフルというお菓子だそうで、おしゃれですね。食べたことないです。クレームブリュレとワッフルを合わせた感じ。なんかクレームブリュレっていうと表面が硬いのでちょっと焦がしてあったりするのかな。おしゃれ。私今一つどうしても行きたいお店があって、表参道の幸せのパンケーキっていうお店があるんですけど、すっごい美味しそうなんですよ。テレビでも何回か紹介されてるそうで、もうねふわふわなんです。名前からしても幸せですもんね。幸せのパンケーキ、ぜひぜひ。コーヒータイム中ですので、今ちょうどコーヒー飲みながら甘いものでも召し上がって雨の日ゆっくり過ごしてください。そうなんです、ちょっとね厚めのパンケーキなんですよ。ふわふわだそうです。表参道の女子はみんなパンケーキ食べてますパンケーキ一時期からずっと流行ってますもんね。幸せパンケーキ食べたらぜひリポートも送ってみてください。口コミね、パンケーキ界の広瀬すずって書いてあるスタッフさん情報によると、その幸せのパンケーキのお店のパンケーキはパンケーキ界の広瀬すずさんだそうです。すごいですね。どういうことなのかちょっとよくわからないですけど、昼11時半に並んで予約して16時半に席に着いた。はあ、ちょっと気が遠くなりそう。気合がいりそうですね。何にも予定がないお休みの日とかに行けばいいかもしれないです。4時間待ちか。いやでもその分美味しく食べられるかもしれないですしね。はい、ということでパンケーキリポートを一つご紹介しました。続いていきましょう。兵庫県尼崎市のともさんから。おはようございます。新入社員の研修でバスの荷物係入りきりません。3つは車内に入れて出発ですといただきました。こちらも今朝のリポートです。今多いですもんね、新入社員研修の。先日4月の1日のコーヒータイムの帰り道にも、会費幕張にもバスがいっぱいいて、新入社員の皆さんがバスに乗り込んでました。テレビで見ていたら新入社員研修をハワイでやった会社とかもあるそうですね丸亀製麺の会社がワイキキ店にある店舗が一番売り上げがいいそうで、もうどん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 伸ばしたいってことでハワイでやったそうですよ。で入社式の様子見ていたんですけど、みんなアロハ着てました。すごいなと思って。ニュースで見ました。ウェザーニュースの1週間ぐらい前にもう入社式が終わっているということで、先週の月曜日。い
いやどんどんあの新年度になりましたし環境変わる方も多いですね。頑張ってほしいです。ありがとうございます。あ、研修ももう終わってきました。あ、そっかそっか、ウェザーニューズの社員研修ももう終わったんですよね。研修自体は続くんですけど、泊まりがけの研修は終わったということです。一つ乗り越えた感じでしょうか。続いていきましょう。東京都多摩市の長山桜通りあっちゃんさんから。長山桜通りの桜並木、雨で遠くの景色は霞んでいます。気温は 14.8 度、空気に潤いがあって過ごしやすい体感です。近所のお花見に散策。長山桜通りは少し間伐されたようで今年は迫力に欠けます。それでも霞んだ空気にピンク色の桜の花がとても綺麗ですと届きました。すごい綺麗ですね。長山多摩市の方の桜並木だそうですが、美しい。あのちょっと雨でね、残念だなっていう気持ちもあったんですけど、桜と雨っていうのも素敵ですね。またあの路面が少し濡れている影響もあって道もピンクに見えるのかな。うん、ドラマに出てきそうな素敵な場所です。あのまた今週の中頃に雨のタイミングがありますので、皆さんもお花見の機会逃さないようにしてください。では最後です。東京都板橋区西大さんから。また食べ物になっちゃいました。4月4日の今日はどら焼きの日。桃の節句と端午の節句に挟まれた日であることと、みんなで食べてみんなで幸せの語呂合わせからだそうです。雨が降りやすい今日はお家で桜あんのどら焼きを食べて桜の香りを楽しもうといただきました。ありがとうございます。あ、今食べてます。竹山ダンディさん、今日どら焼きの日なんだそうです。桃の節句と端午の節句に確かにちょうど挟まれてますもんね。3月3日と5月5日ぜひぜひ。コーヒータイムなんですが、コーヒーではなく緑茶とどら焼きっていうのもいいかもしれません。西大さんありがとうございました。以上、皆さんからいただいた中で私が気になったリポートをご紹介しました。それではここからは今日の SNS の投稿をご紹介していきます。先日から公式 SNS が Twitter や Facebook などでウェザーニュースでも始まりました。それでは見ていきましょう。どこから見ていきましょうか。ではこちらです。こちらはウェザーニュースの公式のツイッターです。なんとフォロワーがもう2000名を超えたということで嬉しいですね。さて今日はどんな投稿をしているかというと、最新雨情報を中心にツイートしていました。九州沖縄の雨の様子であったり、レーダーの様子も画像で載せられてますね。そして近畿中四国、その他のエリアは関東東海などなど、すべてエリアごとに雨の様子、東北では風の今後の強まり方などもご紹介していました。今日は北海道は穏やかな空でしたので、それ以外のエリアも今日の雨の様子、風の様子をツイートしていました。今後もあの最新雨情報のように天気情報をお伝えしていきますので、ぜひ公式のウェザーニューズのツイッターフォローしてみてください。皆さんのフォローお待ちしています。現在2000人ということで、あのソライブ24のフォロワー数をすでに超えたんですよね。ウェザーニュースの公式の方が最初はあのソライブ24の方がフォロワー多かったんですよ。それがもう越されたということで、さすがウェザーニュース。今後もどんどん増えてくれることを願いたいです。そうですね、私今8800名なんですよ。不思議なのが、例えば私が番組中にフォロワーさんが増えるとかは、あ、きっと番組を見てくれてフォローしてくれたんだなって分かるんですけど、お休みの日にも1日10名とか増えるんですよ。昨日一昨日も1日で10名ぐらい増えていて、なんでなんだろうと思って、じわ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 今増えていっています。よしフォローして8801にするぞなんていただいてますね。まあそうですね、未だにねガチャピンさんの効果も大きいとは思いますが、本当にたくさんの方にフォローしていただいて嬉しい限りです。あ、スタッフさんも永井さんのボイスファイルをアップしたら永井さんの、うんうん、
あ、ようこそ木曜日っていうボイスファイルをスタッフさんがアップロードしたら急にフォロワーが増えたそれ永井さん効果ですねまあどこでねフォロワーが増えたりするか分かりませんからね。はい、というわけで今日の SNS の投稿をご紹介しました。今後もあのコーヒータイム中にこのように SNS の投稿を紹介するお時間設けていきたいと思います。それでは全国の天気をアイコンでおさらいしましょう。全国の天気をお伝えします。まずはこの後の天気です。沖縄本島は雲が優勢です。雨の降り方が強まったり雷や突風の恐れもあるため要注意です。先島諸島では時々日差しが届きますがにわか雨にご注意ください。西日本はだんだんと雨が降り止み雲の間から日差しが届くこともありそうです。ただ瀬戸内エリアでは雨が降り止んでもにわか雨の可能性が続きます。東海や北陸、関東や東北南部ではだんだんと雨の降り方が弱まりますが夜までにわか雨にお気をつけください。東北北部では次第に雨が降り止みゆっくりと天気は回復へ向かいます。雨の後は少しひんやりとしそうです。北海道は穏やかな空が続きます。過ごしやすくなりますが日中と夜との体感の差にお気をつけください。次に明日の天気です。沖縄本島は雲が多く雨の降りやすい空です。先島諸島では朝晩は雲の広がる時間もありますが昼間は日差しが優勢です。西日本や北陸、東海では日差しが届いて穏やかな一日です。春の陽気となりますが花粉対策はしっかりと行ってください。関東はすっきりしない空が広がります。にわか雨に備えて雨具をお持ちください。日差しは乏しいもののこの時期らしい体感です。東北は広い範囲で晴れて穏やかな空。ただ北部太平洋側では天気は下り坂。日差しが届いてもだんだんと雲が広がり夜には雨が降り出します。北海道は日差しがあっても次第に雲が増え